演武開演。どうも、本日は高野由錦ダイエットのという商品を買ってみましたので、今日はこの中から こちらのストロベリーを食べたいと思います。この雰囲気、多分あの系統があるでしょう。やっぱりこのタイプの液体もでした。そしてこの液体に、牛乳を注ぎます。そして、混ぜる。いい色になってきました。では、いただきます。プルプル甘酸っぱくて美味しい。想像通りのプルプル感で、いちごの甘み酸味も効いていてとっても美味しかったです。これで体にいい、ダイエットにいいというのは本当に嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるともっと嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。